これがテナモンやサンドガサの第一回目の放送の台本です。昭和三十七年の五月六日が第一回の放送でした。昭和三十七年ということは千九百六十二年ですから、なんとそれこそ四十年近くになるわけです。で、その四十年近く前の番組のビデオが こうして DVD で皆さんのお手元に入って見ていただけるようになるとはその当時夢にも思いませんでしたしというのは当時の放送はビデオテープで収録はしていましたけれどもほとんど生放送と一緒で編集も何の加工もせずにそのまま放送していた。 ビデオテープという便利な機械が発明されて日本に輸入されてその第一号が私の言いました手の前さんと噂が作っていた大阪の朝日放送テレビが第一号を買ったわけですけれどもその使い方はタレントが掛け持ちをしたりそれから収録のスケジュールでお昼の放送なのに夕方に撮らなきゃいけないという時にのみ使っていてそれは全く今のビデオの使い方とは違うわけです。 つまり収録は生放送と同じようにスタートしたら時間通り終わるという形でやっていたんで放送が終わると直ちにそれは消去して次の番組を撮ってたわけですですから保存するという考え方が全くなかったために「手納屋さんのさのこの第1回目の放送はこの台本でしかどんな番組だったかなということ。 らないわけですもちろん私がディレクターやっておりましたんで私の頭の中には、えー、自分の絵コンテとかその時の状況はあるんですけれどもたくさんの人にそれを見ていただくわけにはいかなくなっているわけです。で、えーまあ、今回 DVD になった「手名前サンド傘」は、えー、ですから番組がまあほとんど終了に近づいた頃の番組の中から優れた作品だけを選んで、えー 集めて DVD にさせていただいたというわけなんですけれどもこの番組は第1話が昭和37年にスタートして終了したのが昭和43年3月31日の日曜日でした1968年ということですからまあ1962年にスタートして1968年までついたつまり1960年代 を代表するコメディとして、まあ、今でもテレビの歴史の中に記されている番組になったわけですけれどもその最大の原因は何かと言いますと視聴率だったと思います309回放送したんですけれどもその309回の平均の視聴率が東京で26.6%大阪で37.5%という数字でした、まあ、今の数字にしても昔の数字にしても まあ、驚異的な数字を取っていた番組だということで、えー、テレビの中に記録されているわけですで特に最高視聴率が60%を超えた番組もありましたそういうこともあって高視聴率の番組というといつも「手名前サンドガサ」という名前が出る。 まあ私にとっては非常に光栄なことなんですけれども、これを制作していましたのは大阪の朝日放送テレビ提供していたのが前田あ青果というクラッカーランチクラッカーでおなじみの青果会社でありました大阪の堺でありました。今でもランチクラッカーのコマーシャルをラジオとかスポットで見ることもありますけれども、当時はあのランチクラッカーを みんなが食べてたという、まあ、不思議な状況にあったわけですそれぐらいテレビの影響が大きくあの商品の売れ行きにも左右したという時代でありましたであのこの番組の頭に藤田誠さんが「あ俺がこんなに強いのも当たり前だのクラッカー」というオチがちゃんとついた、まあ、短い登場のコントがありましたけども実を言いますとこれが流行語になった というんで、えー、皆さんが今でもこの,あの「俺がこんなに強いの?」っていう時に当たり前の「クラッカー」というギャグとして今でも使う人がいるんですけどもよく考えるとこのギャグは6時にスタートして61分に喋、えー、ってたんですねで6時1分頃に喋った言葉がそれだけ流行るということはいかにその時間を待ちかねて6時になるのを待ってて見てた。つまり65分に見たら コメディの本編は見れるんですけども当たり前の「クラッカー」というフレーズは出てこないわけです。ということはいかにその夕方の6時にみんながテレビーの前に座って期待して見てたかということになるわけですけどもこの日じゃあ例えば大相撲の中継があって、えー、6時前に必ず、まあ、当時は必ず終了していましたけれども、えー、その6時終了すると。 同時にチャンネルを変えて、えー、手の小屋さんの長そを見て、えー、当たり前だろうクラッカーというフレーズを聞くとそれで笑うという習慣のある時はいいんですけど大相撲もしょっちゅうあるわけじゃないんで大相撲の内周の方が多いわけですねそういう時にちゃんと見てたってこれは非常に驚異的なことだと思います。というのは1960年代というのは戦後のお、まあ、混乱期からあ日本がやっと落ち着いてきて、えー ちゃんとした家庭生活を営めるような経済成そのあとずっと日本はあのバブルはじけるまでずっと経済成長を遂げ,遂げていくわけですから1960年というのは皆さんが家庭でテレビ,をテレビの地蔵機をやっと変えてで一家団らんでテレビを見るというのがあの大体夜の生活の中心にいたわけですけれども日曜日の夕方というと。 都,都市生活のほとんどの人が、えー、お昼ごろに出かけてデパート行くとか盛り場をうろうろするとかでちょっと何かを食べて家へ帰るというちょっと豊かな生活を楽しんでた時代なんですね。ですから日曜日の6時に、えー、番組を作るということはほとんどたくさんの人が見て,も見てくれるという期待感はないわけです。現にに、えー、スタートした頃には 非常にセットインスユースといいます、えー。全体でどれぐらいの人がテレビのチャンネルを入れているかというその率が非常に低くて、えー、視聴率も大変取りにくい時間でした。どちらかといえば6時半頃から。 チャンネルを入れるというそういう習慣があった日曜日でしたで、現に六時半からやりくりアパートという番組がありましたこれは大変な人気番組でしたそちらか社員があ日曜日のお昼の代表的な番組であるならば夕方の代表的な番組はあの今言いましたやりくりアパートだったわけですそのやりくりアパートが始まった時にはまだ藤田誠さんの 存在もほとんど人に知られていませんでしたし、えー、大村ンさん笹中郎さん茶川一郎さん芦屋小雁さんなんかをスターダムにのし上げたこのや「やりくりアパート」がヒットしたのは、えー、昭和33年頃ですから。えー テラ子ヤが始まる三年、四年ぐらい前のことなんですね。ですから、その頃の夕方の六時半が大体。ええー、みんなが家へ帰ってみる時間で、六時というのはちょうど電車に乗ってるか。家へ帰る途中の時間帯になるわけです。で。それがこの番組がヒットした時に、データを調べますと。セットインさ、ずいぶん上がってるんですね。テレビにチャンネル入れる数がずいぶん増えてるわけです。ということは、当たった番組があれば。 見る習慣も変わってしまうということをこの時初めて私はまあ知ったわけですですからいい時間帯の放送であるとか悪い時間帯の放送であるということは実は番組作りには何の関係もなくていい番組さえきちっと作ればたくさんの人が見てくれるそういう自信を持たせてくれたのがこのテナモヤサンドガサだったわけです、えー、この自信があればこそ私もその後何十年というテレビ番組のプロデューサー生活がまああったわけでまあ現にこうして皆さんに、えー 見ていただいてそしてそのこういう解説を聞いていただくっていうことになってるわけですしかも夕方の6時には、えー、裏番組といいます、えー、関西テレビが一この「一心茶助」っていうのは茶川一郎さんの主演で「一心助け」のパロディで茶川一郎さんやりくりアパートで人気が出た 茶川一郎さんが主演になりましたその主演で切れ味のいい江戸っ子の一心助けを一心助けとしてやってたま非常に明るい元気いっぱいのコメディでしたこの番組に対抗して裏で何をやってやるかというとは大変まあ難しい問題でその時に私は 「手名も屋さんの傘という企画を出してスポンサーの前田製菓に承認していただいてこの番組をスタートさせたんですけれどもこの時の思いつきのヒントは何があったかといいますと西部劇だったわけですで私は昼間に12時15分から「スチャラカ社員」という番組をやっておりましたでこの「スチャラカ社員」という番組はサラリーマンコメディで。 しかもシチュエーションコメディでしたシチュエーションコメディというのは同じシチュエーションの中で、えー、集まってきたコメディアンがいろんなことをやる。ということはサラリーマンもんですから土屋若社員は海山物産という会社に集まってきた社員、えー、大丸ラケットさんそれから藤田誠さん、えー、川上信さんそして白木稔さんといった、まあ、当時の人気のあるスターが集まってその社長が宮古町長さんという、まあ、この超ベテランの方が社長になって上をきにいたと。 いうことでシ、えーまあえーえー、シチュエーションコメディをやってたわけですねですからもう一本日曜日の夕方6時の企画ということになりますとシチュエーションコメディというよりも毎週あの場が変わるというものを考えようということが頭にあってその時に考えたのが、えー、シリーズもので道中のがいいんではないか。で、えー、私の頭には、えー、子供の時から一生懸命見てました西部劇アメリカの西部劇のの 宿場から宿場へ馬に乗って現れるガンマン、えー、若きガンマンというのが頭にあってそれを藤田誠さんにやってもらえればあかなり面白いことができるんではないかなというふうなことを考えて、まあ、企画をしたその第一回目がこの「若者よ旅をしろ」というつまり「若者よ旅をしろ」まあディスカバー・ジャパンみたいな話ですけどまだこの頃には「ディスカバー・ジャパン」という考えはありませんで、ね。 でも若いい者が旅ををしてて人間を鍛えていくんだと、こういう堂々としたテーマを持って道中、えー、ものをやってみようということでやったんですけども、まあ、視聴率的には茶河一郎さんの「一新茶助」がやっぱり20%堂々と取ってましてこちらは1回目ここに視聴率の調査があります。えー 昭和37年の5月から昭和40年までの視聴率の数字がずっと出てます、えー、関西関東出てましてこういう表が毎回毎回あの配られていくわけですけれどもこれは今でも、えー、テレビのプロデューサーディレクターを悩ましている視聴率調査というものですけれどもこの第一回目が、えー、関西では15.5%まあ大成功じゃないかという、まあ、ことでホッとはしたんですけど東京が関東は8.1%だったんです。 でこういう調子で、えー、10%台をスタ,ートしスタートしてから10%台をずっとたどっていて、えー、そのうちにちょっと20%が出るようになってきました。ということは一心茶助と、えーまあ、互角で張り合えるようなあ面白さが出てきた。ということで自信を持って、えー、やってるうちに上がったり下がっったたりり下すするわけです、えー、それはどういうことかといいますと日曜日に天気のいい日はどうしても外へ出る。 て6時半までに帰るっていう習慣がありませんから6時半から7時ごろまでにどうしても帰ってくるの遅くなると6時はもう当然随分セットユースが下がるわけですねそういうことでえ6時という時間帯はもろに天気のいい日にはえ被害を被るということで視聴率は低くなる。えー 視聴率が出たときには天気っていうのはあんまり関係ありませんから数字だけは残るわけですからこうして今数字を見てみると、えー、原因は分かりませんけど例えば第13回にという数字が出てますその前の週が11.6でその次が7.5で14回には13.2という数字が出てるわけですけどもこれはこういう時に今見るとあこの日天気が良かったんだなというふうに思わざるを得ないわけですね。 ですからそういう意味で言うと夏の7月の29日天気のいい日にはやっぱり視聴率が取れないんだなというふうに思ってしまうわけですところがこれが視聴率が安定して取り出すと先ほど言いましたようにセットユースが上がっていくセットユースが上がっていく結果20%間違いなく出るようになりましてついにはお正月には30%という数字を記録したわけです。で 寺さんの傘はそこで初めて江戸まで行けるなという番組だったわけです。というのは大阪からスタートして江戸まで東海道五十三次を宿場を順番に一つずつ重ねていくということでいくと東海道五十三次ですから53回1年の放送は52週ですから、まあ、1年は持つなとその半分来たところで30%取ったってことでこれは無事に江戸まで行けるなと思ったんですけども。 最初の二月ぐらいはなかなかそうも思えなくてどうまでいけるかなって毎週不安な気持ちで制作していたのをどっかで思い出します。で、えー、これは寺山さんとかそのテーマソングをレコードにしたもんなんですけども初めからレコード会社に頼んで林功さんの作,作曲当時林功さん売れっ子の作曲家でした。も、えと、ー、は歌手として有名な方な方んですけども 作曲家としても当時活躍されてました。で、その林孝さんにお願いして作曲していただいて、で、作詞は作家の香川利俊雄さんということで、テラマヤサンドガサというまあレコードが出て、これが A 面で B 面が君くよくよするなかれというコメディソングっていうんだったんですけども、まあなかなか売れませんでした。皆さん今でもこのテラマヤサンドガサのテーマソング。 覚えていらっしゃる方が多いんですけどもレコードししてはなかななかか売れないレコードでしたでもレココーードドででたもをまず出そうというこの、まあ、ディレクターの気持ちがこういう形で現れて林勲さんには後年に大変私の名前が今でもテレビの画面に出るということが嬉しいというお手紙を頂い,いたことがありますゲストにも出ていただいたりしたんですけどもまあ私にとっては忘れられないこの1枚のレコードというわけです。